あとパーツは2つですね。そうですね、これが最後の、最後ですね、はい、これはアンダートレー、後ろのリアのアンダートレーを止めるときの、はい、ここは2箇所サイドフレームですね。3箇所ですか。3箇所です。先ほどと同様にもうフラックスをつけて、フラックスのところというのは後でしっかりと歯ブラシで洗い流すわけですね。そうですね、水洗いしないとそこだけ、まあ、塗装した場合変色しかなりしやすいんで、きれいに流してもらいたいですね。歯ブラシでゴシゴシと。そうです、そのぐらい必要ですね。そうです。これで最後ですね。終わりですね。この状態というのがエンジンがマウントできる状態ですね。そうですね、もうギリギリですね。これ以上フレームをつけちゃうともうマウントはできなくなる。できなくなると。はい、これは取扱説明書とは違いますね。順番が違うんですね。違いますね。取扱説明書はハンダーを想定しないで作る工程を踏んでますので、はい、瞬間接着剤でもし作る場合は取説通りに言われた方がいいと思いますね。はい、まあ、確かにこの分エンジンも重たいですからね。強度がいる場所ですよね。そうですね。で、最後の箇所です。おお、スッと流れてますね。はい、これで完了です。感じですね。はい、終了です。あとは水洗いをしっかりしてください。はい、はい、ありがとうございました。はい。